皆さんこんにちは、江戸セボネです。今回はですね、ちょっといつもと違って実写になってまして、いつもと違った雰囲気でお届けはするんですけれども、今回ちょっと告知が、2点ありまして、まずですね、1個はちょっとだいぶ前の話になってしまうんですけれども、皆さんのおかげで、チャンネル登録者5000人を突破することができました。本当にありがとうございます。まあ、いつの間にかね、もうそろそろちょっと7000人いくんじゃないかっていうぐらい、ちょっとまあガーッともうなんかいっぱい登録者の方が増えてしまって、ちょっとこの5000人突破の告知の動画を作るのがちょっと遅れてしまって申し訳ないんですけれども、まあ僕もしとくんもね、僕らのことをサポートしてくれるっていう方が増えてきてるっていうのは本当に嬉しいなと思いまして、で本当にこの感謝の気持ちを伝えたいというところで、まあベタになってしまうんですけれども、僕らの、ライブ配信5000人突破記念をしてのライブ配信、僕らでは通算3回目ですね。3回目の、ライブ配信を行いたいと思います。で、その、日時なんですけれども、5000人突破記念のライブ配信を4月7日ですね、に、行いたいと思います。まだ具体的に、どのレースを、どの、なんていうんですかね、競艇場のレースを配信するかっていうのはまだ未定なんですけれども、でもすごく魅力的な、レースが多いので、ちょっと楽しみにしててください。今もしなんかツイッターの方とかで、まあ、僕ら随時なんか更新してるんで、やっぱりこのレース場、この競艇場でやること決まりましたっていうのはちょっとお伝えしてるので、もしツイッターをね、持ってる方は、僕らのツイッターをチェックしておいてください。概要欄の方にツイッターのリンク貼っておきますので、フォローお願いします。はい、でそれがまず1個で、2点目ですね、2点目に、お伝えしたいことが、サブチャンネルをこの度ちょっと開設いたしまして、まあ僕としとくんがね、こんな感じでフリートークを10分間、まあ視聴者さんからの質問に答えていったりとか、あとまあボートレースに関すること、またはボートレースに関係ないことをいろんなお話をしていくっていう感じですね。音楽業界の話だったりとか、マーケティング全般のお話だったりとか、まあなんかいろんな方向に振っていって、二人のこう見解だったりとか、最近の情勢っていうんですかね、そういうのをお話していくっていう内容になってるんで、疑似ラジオ番組みたいな感じな内容となってるんで、ぜひチェックしてください。一応概要欄の方にまたリンク貼っておきますので、僕らのサブチャンネルの。なので、興味ある方はぜひ、覗きに来て、いいなと思ったらチャンネル登録をしておいてください。はい、今日はですね、この2点の、ことに関する告知の動画でした。また面白い動画は、随時アップしていくので、楽しみにしていてください。それでは江戸セボネから以上でした。ではまた。